さあ今回もやってきましたよ、はい、とりあえず乾杯しましょう。はい、どれ、なんでこんなにあるのチェイサーもチェイサーも、はい、はい、はい、乾杯。あー、いいね、香るね、珍しいですね、芋焼酎スタート、芋焼酎スタート、ハイボールって書いてあるけど、今日は薩摩つかさの、水薄薄割りです。水薄薄割り、水をこれぐらい入れて、ほぼ水、焼酎をこれぐらい入れるんですよ、まあ、多分伝わらないと思いますけど、だからこれ、この焼酎多分今日飲みきれないんでボトルキープをして。あ、大丈夫ですよ、私も飲むんで。あ、じゃあ、後で。じゃあ大丈夫番組名同時でみんなに飲んでもらおうと思ったけど。あ、そうか、いいね、みのりが飲みますごめんなさい、せっかくの、いいです、いいです、せっかくのプランで、もし余ったら番組名で。あ、そうですね、2本目行ってキープしてやる。そうそう、そういうのもありますから。そうしましょう、うん、とりあえず今回も、うん、今回はもうすごいですから、下に、うん、ちょっとやっぱり僕この3が始まって、まあ、1年経ったじゃないですか、はい、この番組が始まってちょっとこう中だるみというか少したるんできたなっていうのが感じてたんですよ、はい、なので今回ガチです。ガチガチの下見ってやつを見せてやります。そうですか、はい、ちょっと不安ですけど早速下見の方に、はい、どうぞ。シャララランシャラララン。さあもう2月ですよ、寒いね、はい、2月18日ですよ今日。はい、特にないです、行きましょう、はい、あ、28になりました。あ、2月8日です。売れております、売れておりますよ。売れっ子一層妻ですよ。いい言い方なのかちょっと。売れてるってのはいい言葉。初めてされました。売れっ子です。行、はい、きましょう。はい、その辺のくだりは後で、はい、後で存分にあるから。後で。よーし。あ、あ、全然違う。場所がすごい違う。全然違う。また変えたな。やりやがったな。いや、噂では聞いてましたよ、なんか昨日配置を変えましたと。なるほどなるほど、花火ちゃんここに、はあ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 、あ、ノーマル、ここ全部ノーマルです。なるほどね、なるほどなるほど。さあここでですよ、今日2月18日、まあ、バレンタインデーの直後ですね、まあ、ちょっと過ぎてはいますが、今日こういったものを用意してあります。日頃の感謝の気持ちを、勝手に僕が込めまして、みのりさんの名前で、これ中身ちゃんのチョコレートですから、これお疲れ様という感じで、一応その良さそうなところに置いていこうかなと、フィーリング的にね。でね、僕はもう明日多分ハッピージャグラーがいいんじゃないかなと思うんですよ。ハッピージャグラー、もう角だな、角、うん、これが本命かなと、うん、こういう感じですかね。これ別にあれですよ、僕の本命代とかそういうことじゃなくて、たまたまそのみのりさんの本命チョコですよっていう、そのたまたま言葉が被っただけなんで、全然そういう示唆とかじゃないです。これここは勘違いしてほしくないですね。はい、416番ですね。サクサクいきましょう、サクサク。パパがこの辺も入れてくると思うんだよな。そうですね、もうでもこれはちょっとやっぱ絆は、やっぱギリギリですかね、うん、そうギリ絆はギリチョコで。おてんば娘めっちゃ場所移動しません、このお店。いやいやいや、まあジャグラーはあれ、いや、あ、あ、ここにあったっけ、ないですよね、一回あったけど、前はあったけど、一回
ぐるっと囲むようにしてたんですよ、ジャグラーが。それがまたここにキュッと、まあ、結局場所が変わっててこれ大体入るだろうっていうやつに入れてくると思うんですよね。いつもね私たちなんか裏の裏とか考えすぎちゃってダメなんで、結構単純に言っていいんじゃないかなと思います。番長じゃない、違うかな目立たないかまあこっちの入り口は近いんだけどな。あ、サイチ、そっか、番長とか見てもいいかもしれない、うん、一応場所が変わってこう入り口に近いところに来てるのでサラバンから攻めようかな。そのバカにパルサー、お、これストック溜まってるぞ。ずっと背負けだったら溜まってますね。うん、君もギリだな。そう、ゴッドイーターはね、あれ前も4台ありました。前4台に、あれ3台ぐらい、3台だっけ、なんかだった気が、なんかちょっと気になるね、これは増えてこっちに移動してるっていう。あ、これはあるぞ。増えてないかな、なんだろう、ゼロゼロで、あ、でもそうだね、うーん、じゃあやっぱこれかな、これこれだな。これだな。え？これですね。はい。いやパシャーじゃなくて。ああ大丈夫ですよ。あ、これ大丈夫なやつなんで。大丈夫な。大丈夫な。大丈夫なやつです。え？大丈夫なやつ？大丈夫な対抗のやつなんで。対抗です。いや対抗？対抗です。いや対抗とかよりちょっとこの、あ、触らないでください、触らないで大丈夫なやつなんで。いや大丈夫じゃないですよ、大丈夫なチョコレートなんで。チョコレートです。あ、チョコレート、あ、なるほど、あ、なるほど、そう、大丈夫、大丈夫問題ない、セーフノープロブレム、ノープロブレム、ノープロブレム。さあというわけで以上私の下見でした。いやー、やりきったな。どこから聞いたらいいのか分かんないですけど。どこから？はい、な、あの、まず、まずあれは何か。あれはっていうのと、なんかいろいろ文字も書いてあって。はいはいはい。なぜ人の名前を勝手に書いてるのかっていうことと。まあまあ、その名前云々は今そんな話はしてる時じゃないから。いやいや、むしろ一番大事なところだと思ってるんですよ。はい、チョコですよ、あれは。チョコなんですか、はい、今日2月18ですよ、収録。バレンタイン、バレンタインで、まあ、ちょい後ですから、はい、まあまあまだ効果がある時期かなと思って、効果、うん、やっぱりそのね、いつもお世話になってますから。ああ、なるほど。あのお店さんに、うん、なのでその感謝の気持ちを勝手に込めて、うん、勝手に込めて、なんとなく気になった台に置いてきたたまたまそのほら本命チョコってあるじゃない、はい、これまたちょっともう偶然なんですけど狙い台とかも本命とか使う人たまにいるじゃないですか。たまにというか使いますよね、まあ、僕もたまに使うんですけど、はい、ちょっとそのバイオリズムがちょうど合っちゃった、噛み合っちゃって本命っていう形を取らせていただきますどこの人ですかえ、置いてきたの3つですか4つです。4つ、え、4つ、本命チョコ、ありましたね、ギリチョコ、ギリチョコ、本命は、ハッピージャグラーの角台に置きました。うん、なんかその辺にありましたね、うん、それなんかあのノーマル島っていうのができてて、うん、まあやっぱちょっと前回かな、ハッピージャグラーが気になる、前々回かな、気になるって言ってたけど行かなかった、まだいい感情がなかったんで、そろそろと思ったんで、ハッピージャグラーの角台を本命にしようと。でたまたまその本命チョコが置いてあるっていう、うん、たまたま偶然ですけど、偶然で、まああとギリチョコっていうものがありますよね。まあ世の中にもありますね、はい、ギリチョコが2つです。あ、ほら、はい、まあギリですから、そう、ギリ、まああの店でギリと言ったら絆かな。あ、ギリ
なんですよね。なんか、まあまあまあ、なんとなく行かなきゃいけないようなみたいな、まあ、まあまあまあ絶対まあ良さげなね感じはありますからね、毎回毎回率先して行きたくはないけど、まあまあなんか行かないっていうのもちょっとみたいな、ギリあギリギリ。あと金パル、ちょっとストック溜まってそうだったんで、あの自分が一番打ちたいですよね、きっと。まあまあ打ちたいですけど、うん、でもまあどうせリセットしてストック飛ばすしって考えたら、まあまあギリかな。これ3つで、もう1個あの対抗っていうのが先生、はいはいはい、みのるさん、はい、私バレンタインで、はい、対抗チョコっていうのは聞いたことないんですけど。新しいんですよこれが。新しいんですか。これが新しいんですよ。どういうものなんですか。好きでも嫌いでもない。あでもギリにしてはちょっと気になるんだよなみたいな。あ横顔だけはかっこいいみたいな、そういうあったかな、うん、なんか、うん、あれですよね、間違ってもあのパチスロ界の2番手みたいな、そういう意味の対抗ではないです。ではないですよ、うん、ではないです。もちろんそういうことはないです。ただたまたま明日2番目に打ちたいと思ってたゴッドイーターにそっと置いてきました、ね、なるほど、はい、以上です。以上です。明日で番組終わるかもしれないですよ、ここまで攻めたら。最悪しょうがないですよね、それはもうバレンタインの魔力の力じゃないですか。あとまあみのりさんの力なんで僕はあんまり関係ないですけど。次回からここの席だけ変わってるかもしれない。変わってるかもしれない。ただその人も3ヶ月も持たないと思いますけど。ひどい。まあそんな感じで、はい、当然あの本命対抗、うん、まあその辺が攻めていくかなっていうプランでした。皆さんは、私はですね、サラバンとか朝一から行こうかなとか。確かに440とかそういう台が、ね、そうですね、ありましたね、うん、ありました。でまあ、今日もそんなに、まあ、悪くなさそうというか、うん、すごいハマってるとかっていう台じゃないやつとかもあったんで、うん、まあ、もしかしたらあるかなと、まあまあ番長を見てみて朝一はで、まあそのこっち側にある、シュラですか。ありましたね、うん、北斗シュラとかも見て、かなと。正直でも全然絞れてないですけど、まあちょっとね、データもね、上げも下げもない、うん、昨日入れ替えですからね、うん、難しいですね。難しいんですけど、まあ、その辺から、あとはあの勝手に名前が書かれてたチョコをどうするかっていう、はい、だからもうあれを言ったらもう絞ってあるわけですよ。あれあれ、実りによって絞って、実りを絞ってあるんで実りを絞ってあるんで、はい、あれはその実りさんが打つ権利はありますよ。いや行きづらいでしょう。でも行きづらくないですか。行きたくないし、まあ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 、ちょっと気まずい感じがするかもしれない。なんか本当に私が置いたみたいじゃないですか。え、そうですよ。え？え？そうなってますよ、映像上は。嘘だ。嘘だ。今の映像技術すごいですよ。どんな処理をしたら。僕が止めてるシーンとかありますよ。やめた方がいいって。それはまずいって。あります。ひどいわ。定的に追い出すつもりだな、この組から。ただまあ、はい、どんなに絞っても明日、まあ、今回からですね、うん、朝一の入場方法が抽選になった。あ、変わったんですね、うん、今までね、丸美順だったのが、うん、8時45分から抽選なんと、うん、やっぱ早い番号いたらみんな絆行くのかな。そうですね、それでも絆行けちゃうかもしれないですよ。僕はもうバレンタインを渡り歩くんで。バレンタインをバレンタイン、うん、お返しを待ってるから。お返しを、それ3月ですよ、お返しって。歯じゃない。あれ、あ、うん、この映像は来月に回してもらうことはできないんですか。今から普通のパターンを取り直すってできない。盲点だったわ。でも確かによく考えたらそうですね。そうだね。で、来月置いた台を覚えておいて、覚えとかないと。そうだ、じゃあ明日どうしよう。急に見失ってしまった、なんか道を。あれ。ほらね。え？だいたいこういう番号なんですよ、はい、僕は。あ、あ、あ。おお、だいたい同じとこだ。
とりあえず絆とか無理だね。そうですね、うんうん、まあまあ予想通りですよ。こうなることを想定しての、はい、下見というかね、はい、狙い球の絞り方してますから問題ないです、はいはい、おはようございます。寒い寒い。あったかい。さあ本命対抗ギリと用意してますからね。はい、ギリ取られた。さあそして昨日みのりさんが仕込んでくれた本命台ですね。とりあえずこれからいきましょう。今日ちょっと他の島の様子見ますかね、うん、本命台取れたよストレートに行くんですおてんぱ娘、ない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 、誰もいない誰もいない震える。ちょっと待って、しようかな。え、なんかあいつこれ取る気だったのかなみたいな感じで思われないように振る舞おうどうしようかな。そうですね、私あれしか見てないな昨日どうしよう。うーん、まあでもそうよね。いや、あえてね隣で出しちゃう、こっちにする。よいしょ。このバカに2,3 ゲームだけ回していい。あのまあ心理を作ってたらちょっとあれなんですけど、一応あんまり回されたくないわけじゃないですか他の人より。そういう時って 2,3 ゲーム回しておくと打たれづらいんで、バクンしないです。しない、わかんないですよ。いつも、対策してますから、本命ギリと来て対抗です。もう一応ガックンチェックするか。しないですね。しないですけど、この台朝一ちょっと96円回してみます。みのりのドキドキバレンタイン。違う、そういう番組じゃない。あ、そっか。はい、あ、私バッグ持ってた。まあ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 、まあ、さあ朝日入場しましたけども、はい、私37番、39番9番で入場しまして、うん、ただ僕はちゃんと本命を抑えました。抑えました、抑えましたけど、ちょっとなんか金パルと回してました。回しました。もしかしてちょっと回して、はい、金パルもちょっと回して、ゴッドイーターちょっと回して、でゴッドイーターのリセット狙いから始めます。でまだがっくりしてません全部。ただもうなんかちょっと対策してますから分かんないんで、まあ最初の挙動を見つつやっていこうかな。で困ったらその本命のハッピージャガーに戻ろうかな。なるほど。だ戻れるためにちょっと回しておくとみんなちょっと触りづらいから。そっか、そういう感じのないんだな、はい、みたいな。ああ、まあやり方でやってみます。なるほど。で私は、言ってた通りサラリーマン番長に、うん、はい行ったんですけど、一番打ちたかった台がですね取られました。ピンポイントで、はい、おまあ私がフラフラしてたからなんですけどフラフラしてた。いや行って、あ誰もいないじゃんとかつってよしとかつって行ってファーって見て帰ってきたらその台だけ取られなんで置いとくの。そう置けばよかったと思って何間違ったって、すいません。はい、なんでまあでも一応サラリーマンマンチョ取って、まあ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 リセット分かりやすい前日のあの読みゲーム数とかなんで、まあまあまあ朝一はもう隣とかね周りのちょっと健康の有無見といてください。わかりました。もし前日だったら僕もそこに参加した方がいいかもしれないです、うん、
今こうしてる間にももうそうなんですよなってるかもしれないんで鼻水出たわ早めに戻って今日も頑張って、ねはい3000枚のマイナスを、うん、取り返したいと思います。今日で取り返そう、今日でね、うん、今日でプラスにできますよ。やりましょう。はい、はい、サラリーマン番長です。まあ、ストイチどうかな、カード代はリセットだったんかな。まあでも据え置きで打ってる可能性が高いので、カード代は据え置き狙いで打ってるかもしれないですね。2台目はちょろっと回してやめてあります。この台は前日245ゲームやめですので、まあ、リセットされてなかったらすぐ分かるし、何狙うんだっけ。最近編集部に閉じこもって番長2、1万ゲーム回しててから、なんか変な感じする。ちょうど前兆が来そうなところとチャンス目がかぶってしまっているので、まあ当たれば何も問題はないんですけどね。なんかまあこれ抜けたらやめてもいいかなと思っていたな。ちょうど別に足んないよね。当たりません。はい。怖いので移動します。そのバカに。よし。とりあえず前兆の行き具合だな。これはあれですね、据え置きですね。朝一設定変更してたら90% かな、かなりの高確率でこの辺からこうフェイク前兆が発生するんですね。まあ、作戦区域に行くんですよ。作戦区域に行かなかった場合はまあほぼ据え置きですね。これやめていいやつ。これまず天国を 1,2,3,4,5,6 するかつ、天国間でこう500,800,1,000,1,700 ぐらい回してるんで、もしこの、まあ、2日間ちょっと越してるんで、この2日間背置きっぱなしだったらありです。背置きっしょ、行こう。早めに当たってくれよ。ちなみにこの立ち回りね、まあ、立ち回りというかやっぱお店の通い慣れたとかお店の状況がちゃんと分かってる状況でやらないと大怪我します。だから前立腺のお店で酔い腰狙いしたって意味ないみたいなもんです。まあおそらく金パラはこれいじってないと思うんで、まあ、配置がありましたけど金パル動いてないんでこれは大丈夫なはず。おお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 お当たった。これをどう考えるかですよ。リセットだと早い当たりだからリセットだと考えた場合ストックないんですよ。でこのボーナス後に1ゲームは7ゲームの連チャンがないと。でも据え置きだった場合はストック出てこなかったら追わなきゃいけない。いや、待て、天国
あら、どうしよう。まあ、置き時みたいな感じなんですよ。あれ、リセットどうしよう。どっちにしろ天国に行くまで追うか。しかないか。そうだな。よし。連チャンすること祈ろう。とりあえず、ありがとう。早めの当たり。47ゲーム。48ゲーム。ビッグボーナス。ありがとうございますよ。なんと1000円です。はい、ボーナス終了。2匹ね。このカエルは次回の、モードを示唆しています。キングパルサー、まあ、ざっくり仕様を説明すると、置き時です。ストックのある置き時です。でストックがある場合は、天国に行くと何パーだっけ、66か75で吐き出す。66かでストック放出します。よし、まあ、ストックとモード、まあ、天国モードだったら32ゲーム内の解除が確定するので、これの絡みで一気に出玉を増やすっていうのが、まあ、この台の一番の魅力なんですけど、大事なのがストックだと1ゲーム目もしくは7ゲームで告知が発生する。違うな、0ゲームか6ゲームで告知発生するのかな。0ゲーム告知はビッグ確定です。お、いいよ、帰ってこい。お、いいのか。お、オレンジだ。お、3連、これもカエル3連ですよ。一応来ない。お、来た。ストック出てきた。多分ですね、まあ、確定ではないんですけど、6ゲーム目に告知された場合はストック放出が濃厚なんで、据え置きでたまたま48ゲームの朝一引いたって考える方が可能性高いですね。何にせよラッキー。さすがです。ありがとうございます。ちょっとまだ何打とうかぐる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 してて全然もうないんすよ。そっか、まあ、結構今日据え置き多そうで、うん、これも多分据え置きでストックが出てきたと思う。秘宝殿の伝説しかないかもしれない、消去法で。ああ、え、あれ出せるやつ、出せるやつ、じゃあ出していいねよ。いいんですか。はい、いいですよ。全然いいですか。出せるんだから。じゃあそうしようかな、久々にやっちゃおうかな。いいですよ。それか本命台ってください。あー、本命台は空いてました。空いてるでしょ。いや、行きづらい。恥ずかしい、恥ずかしがり屋さんな。なんだそれ。あ、やばい、伝説取られちゃう、取られちゃう、取られちゃう、取られた、本当に。ちょっと待って、ちょっと待って、今すげえ冗談で言ってたのに聞いてんじゃないのこれ。え、今冗談で言ってたのに。時間のね、無駄。はい、え、今秘宝殿の伝説が目の前で取られました。まあやっぱそういうことなんじゃないですか。え？やっぱ本命実り素直になれよっていうみんなからのメッセージなんじゃないですか。やだー。すいません、邪魔して。いやいやいや。路頭に迷っている。入ってるよ、ラッシュ。嘘、ついに秘宝プロも世代交代かな。そのバカに全部消えた、うん、この1ゲーム目にカエルが飛ぶのが一番熱いんだけどね。あ、ブルッと
4来い、いいよ。ここで告知ぴょん、あれ帰ったってことは1ゲーム連はもう、あ、1ゲーム連はストック連はないか。あーでもこれで4連外れるか、外れました。これ普通の放出ですね。白、あ、違うわ。8ゲームレギュラー、ストック放出とモードイコール連チャンは別物なんですよ。でストック放出した場合もう次はほぼ天国のまんまっていう約束があるんで、どうかな。これは天国のモード由来の連チャンだから、次また1か6、あ、0ゲームか6ゲームで告知が発生したらそのストック連分の出玉と、さらに天国モードにまだいる可能性が高いからその連チャンに期待できる。全員帰ったね。チェリー5、あーもうこれはあれ、もうちょっと据え置きだったらストックあんじゃないの。まあ、それか天国を抜けたかですよね。さあ次でラストですと。飛ぶなよ。もうちょっとで一応カエル2連したらすぐやめない方がいいんで、ちょっと、ま、ちょっと見ます。だいたいプラマイゼロになったかなぐらいの感じですな。長押し、おお、100、バッチ。お、負けたクエストいただきました。スロバカーニキとテンパ娘3、僕たちは毎月第3日曜日に実践を行っております。はい、ぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。では私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。